マスオ TV でーす。はい、皆さんお正月いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、もう1月1日に地元からこちらもう東京に帰ってきちゃいました。ちょっとやることいろいろあったんで帰ってきたんですけど、短い帰省でした。はい、でですね、今日はお正月っぽいものをねご紹介したいと思います。それはね、何かと言いますと福袋でございます。僕ね、正直田舎、地元がめちゃくちゃ田舎なんで、あの福袋を買いに外に出るのがね辛すぎるんですよね、雪降ってるし。だから今まであんまり福袋って買ったことなかったんですけど、皆さんいろいろ買いました？福袋なんかね、みんな結構いいものゲットできたっていうね声も聞こえたんですが、今日はですねちょっと変わった福袋を買ってきちゃいました。それがですね、ダラーン、こちらタワーレコード、あの CD ショップですね、タワーレコードで売っていたこういう福袋ということでですね、これ何が入ってるんだろうと思ってちょっとね興味本位で買っちゃいました。いや、まさかさ、このタワレコでさ CD を入れることはないし、ここ何が入ってるんだろうと思って、なんかねちょっと柔らかい系のものがいろいろ入ってるみたいなんですけど、はい、今日はねこちら何が入っているのかご紹介していきたいと思います。まずは1つ目、何入ってるんだろうね、こちら、え、あ、帽子え、タワレコで帽子か。バンズの50周年イヤーのオフザウォールっていう、壁を取り除けっていう帽子ですね。はい似合いますかあんまり似合わないですね、僕ね、この帽子ね。はい、これちなみにね定価だと4000円するらしいんで、この福袋が実際5000円なんですよ。だからあと1000円のもの入ってれば一応もっとは取れてるっぽいんですけど、いかがでしょうか。じゃあ2つ目いきましょう。じゃじゃん、お、1800円のこちら、これもねまたねバンズのあのタオルですね。じゃじゃん、まあ、タオルはどれだけあっても困ることないですから、ほら、うん、こうやって同じ、これ帽子と同じブランド系のねものですね。なんとなくさ、僕福袋ってちょっと売り残ったやつってイメージだったんですけど、そうじゃないのかな、ね、一応これでもう元は取れてます。はい、では3つ目いきましょう。ドゥ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 ン、これもまたバンズオフザウォールザオリジナルシンセ1966年からっていう、多分これタワレコで販売してた服なんでしょうね、全部ね。どうこれ、なんか骸骨だし、ちょっとこれ着替えてくるね。はい、じゃじゃーん、ということで着替えてみました。この T シャツ普通になんか普通に好きだ普通に着れそうです。はい、ということでまだ入ってます。4つ目がこちら、あ、またこれオフザウォールっていうやつの T シャツですね。今度白だわ。お、じゃん、そして後ろがこう迷彩柄のバンズって書いてあるこういう T シャツ、あー普通に着れそう、てか普通に着れる、あ、なんかいいね。5000円でさ、とりあえず T シャツ2枚で、あと帽子入っててタオル入っててだからね。そしてまだ入ってます。せーの、ポーン、おー、また T シャツなんですが、次がですね、じゃーん、これまあさっきから言ってたバンズオフザウォールっていうねものなんですけど、こうなんか華やかですね、ちょっとこうグラバー柄の何なんだろうこれ、こういう灰色の T シャツですね。これも着れそうですね、普通にね。そして、あ、終了、5000円で入っていたものなんですが、帽子、タオルで T シャツが3枚、ということで、僕福袋っていうのをあんまり買ったことがないからさ、この感覚わかんないんだけど、結構いい感じ。あ、いいよいいよ、マスト結構いいよ、その5000円だったらいい方っていう感じ。はい、ということで、でもね僕的には結構良かったんじゃないかなと思ってる。だって T シャツだよ、 T シャツ、ほら T シャツ普通に着れるしさ、いいね。
はい、ということで今回はですね、こちらタワーレコードの福袋ね、買ってみました。結構ね、いろんな服が入ってたんで、もしね、興味がある、あ、いいなって思った方いたら、ね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ですが、多分タワーレコードの店舗によっても福袋っていろいろ多分違うと思うんで、気になる方はね、店員さんとかに聞いてみてはいかがでしょうか。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マス TV でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。